熱海市は土石流災害の被災者に対して逢初川沿いの道路計画などに関する説明会を開きました。熱海市伊豆山で昨夜開かれた説明会には、土石流の被害を受けた木谷地区の住民およそ20人が参加しました。この中で熱海市は、現在警戒区域に指定されている逢初川沿いの道路計画について、新たに2カ所、歩行者が通ることができる橋を作る案を説明しました。今日初めてこうどこへしっかりつけますよと絵が出てきたんで、まあ、大体意味が分かってきたと。早くやってほしいということだけですよね。着工・完成時期など詳細は今後詰めていくことになります。